アウトです。え、もうちょっとギュッて押すんだ。違うだよ、押してからの青ですね。あ、なるほどね。うん、なんかラン、はい、行った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 。おはようございます。今日は、はい、リンゴルフ最強チームでやってきました。青木純です。青木純です。あ、本名だ。あ、やばい、フルネームだ。純ちゃんです。で、リサちゃんです。リサです。お願いします。今日は皆さん、うん、全身キャロウェイです。お、キャロウェイです。キャロウェイです。なんでね、うん、今日は特別ゲストも、うん、呼んでおります、はい、キャロウェイの坂部さんです。お願いします。お願いします。お願いします。みんなちょっと今日のポイントね、一、うん、人ずつ衣装のポイントを言いたいと思います。はい、まず私は、はい、まあ、珍しく、うん、こんなね、なんかね、中にゴムがあるからね、動かない。そう、スイング大丈夫そう。へえ、どうですか、このでね、ゴルフ場って意外と緑が可愛いっていう、緑も緑も入るありだなと思うんで、はい、純ちゃん。はい、私はですね、ちょっとスカートカラフルにね、ライザーもカラフル、カラフルにちょっと合わせてみました。はい、あとまあ17、うん、どうしたの、純の AN17 みたいな。 AN17 ね、大事、気持ちで AN17 大事、うんうん、よろしくお願いします。17歳です。17歳の基準です。違うか、今日はそういう感じのキャラでいきます。お願いします。はい、でリサちゃんが新鮮、うん、また私あんまり ね、ズボンは基本履かないんですけど、うん、ちょっと挑戦、ね、うん、でも意外と似合うよ。ガラッと膨張しそうかなとか思ったんだけど、全然すごいね、かっこいいし、うんうん、そうね、伸びるから。あ、そうなんだ。すごい履きやすい、ポケットも入れやすいし、なんかカラフルで可愛いよね、うん、てかさ、青と相性がね、すごい、ね、強そう、強そう、さらにうまそう、うん、私は、モックネックで、ポイントはなんかここがキラキラしてるのが一つポイントかなと思います。確かに、ラメが入ってる、うん、アミーゴって書いてあるんですね。ゴルフコンアミーゴ、友達とゴルフみたいな。あ、まさに今日のテーマに結構ぴったりで、うんうんうん、あとはなんか白いパンツって結構夏とかにはよくみんな履くと思うんですけど、うん、中が透けない、マッススケトランっていう素材なんです。素材を使ったパンツなんです。で、ちょっとなんかここに薄くお花が、これの柄と一緒。あ、でも一緒だよ。あ、一緒。私ないわ。ないね。でもここはリンクしてて、これね、みんなお花が少しずつ入ってる。みんなお花が入ってますね。お揃いコーデみたいな感じですね。はい、あとはスパイクレスのシューズをちょっと今日は履いてみたいと思います。あ、はい、シューズまでコーディネートするわけですね。で、今日は鎌倉パブリックに来ています、はい、そこも理由があります、はい、ですが今は秘密です。お、お、まあ後で話します。だいぶるね、はい、では早速Tシャット打ちたいと思います。行ってきます。キャロウェイ、あ、大丈夫か。大丈夫でしょう。ペロ気に入って飛んでます。あ、ちょっとちょっと怪しい。土の中に、土の中です。怪しいぞ。怪しいね。狭いね。狭い、めっちゃ打ちづらいね。バッチリ。バッチリ。ジュンちゃん負けないよ。なんで私すごい負けられてんだろう。ハンデもらわない。よいしょ。よいしょ。はい、おお、すごい。朝一なのに。なんか一人違う人と飛んでしまいました今日。飛びすぎでしょ。やば、あんな飛ぶの。飛ぶのね、すごいね。そうだよね。なんか本当7割か6割じゃないと、うまくまっすぐとかな。でもそれでも結構当たるとやっぱり30ヤードは
普通に振ってめっちゃいいかも。エピックさん、エピックさん、ごめんね、急にエピックね、エピック多いよね、あまりにね、多すぎて手出しちゃった。乗っかってみた。いいね。あー気持ちいい。ナイス。あー気持ちいい。ナイスパー。おい。アイアンも変えた？そうだよね。なんかさ、ここの色が違うよと思って。あ、これもいいよ。いい感じ。レッツゴー。転がる。あ、乗った？ナイス。ありがとうございます。てかさ、すだれみたいな髪の毛どうにかして。まだ始まったばっかり。次のホールに移動します。みんな今んとこそんな大叩きもせず好調です。レベルが高いことになりそうな予感がすごくしています。初めてですか、ここ回るの。初めてです。初めて。あ、みんな初めてじゃん。次もコロちゃんにする、順番的に。ごめん、話聞いてなかった。じいちゃん笑ってる。結構自由なマイペースキャラ。ほら、また撮って。おしゃれなフェイスカバー作ってる。おしゃれなフェイスカバー作ってっていうか、そうじゃない。いや、作りたいんだけど。ここ唇の絵が描いたんでしょ。なんか、あとなんか犬とか猫とか。あ、ここにスノーみたいな。スノーみたいな。どう流行ってるね、今ね。うん、スノーとかね。うん、そうだね。髭とかさ、こういうなんか短尺みたいな。こういうのね。うん、雨やんだ。よし、やんだ。
かったね。落ちてきた。落ちてきた、落ちてきた、落ちてきた。お、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 お。ちょっと曲がる。曲がる。曲がるね。危な。危ない？危なかった、今。ナイス。オッケー。うん、飛んだ。ぐい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 っと、ナイスショー。ありがとうございます。いいとこです。これでも右の方が良さそうだね。うん、あ、違う。坂部さんってさ、いくつなんですか？はい、皆さんの1つ目。私、86年生まれ。あ、じゃあ、あれ、みんな年違う？一個上。一個上。あ、じゃあ1つ上。あ、88、87、86。あ、じゃあ、みんな年変わんないじゃん。うん、同じ世代。同じ世代。ふらゆら。ふらゆら。絶好調です本日は。なんかさ、すごいね。なんかさ、そんな軽くなのにさ、めっちゃいくくない？ちょっとね、落ち気味だけどね。落ち気味だけどね。飛んでますよ。もうちょっと帰ってくるまで待ちましょう。ちょっとまだ振り切れてないね。ちょっと頭の。うん。普段ってどんなキャロウェイアパレルの仕事されてるんですか？私は営業してて、主になんかいろいろ営業の中でも仕事あるんですけど、お店の売り場を作る。売れる売り場に、そう、なんか見てもらえる売り場になるように作る、コーディネート。お店の人がコーディネート組んでくれてお店を作ってくれるんですけど、それをなんかメンテナンスしに行ったりとかして、もっとこういう風にしたらみんなに手に取ってもらえるなとかっていうのをする仕事。なるほどです。私は西日本担当なので、よく西日本です。へー、ぐるぐる関西、関西、大阪とか九州とか、へー、あっちの方にですって話しながら出て行っちゃったからね。よし、じゃあ負けるよ。ああ、気持ちはタイガーウッズだからね。そう、なんだかな。今回インテンショナルフック。うん、曲がんなかったらバンカー。そうだね。曲がってない。曲がってない。あー、そっちじゃない。ちょい隣。じゅんちゃんピンチ。タイガーウッズなりきれなかった。今日も次回。すいません、失礼します。すいません。超つぶらい。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。